あ、全然知らなかったです。はい、だから今回見て初めてびっくりしたんです。徹底的に米軍に抗議するんですよね。誰の許可で何やってんだって話でしょ。もしそれもなく勝手にやってるということが分かったならば許されないんですよね。戦闘用だから彼らが対象とする相手は中東とかね、将来北朝鮮かもしれないですけどね。先生の戦闘の場面というのは広い野っ原ではないわけですよ。市街戦なんですね。都市の中をくぐって通っていって、そして敵をやっつけると。そうなるとそこで訓練するという発想になるんだと思いますよ。ただ日本の東京でこれやられるとふざけんじゃないってことですよね。観光旅行かって感じですね。遊覧飛行かと。そういう側面というのはあるんですか。仮もしそれがあったとしたら完全に処分もんですよね。多分ルートチェックか何かをしているのではないかと思います。新しく来たパイロットの完熟飛行ということもありますし、ただ飛んでいるとですね、500メートル、600メートルという距離非常に近く感じるんです。飛んでいるパイロットも大変怖いのではないかと。一番の問題はバイオレーションやってミステイクが重なったらもう必ず事故になりますよというのは我々一般的なルールなんですよ。だからルールは守らなきゃダメなんですよ。守らなきゃもう自分が死んでいくとかそういったことにつながっていくということですよね。